糸井駅は北海道苫小牧市日吉町3丁目にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H20。電報略号は E。1975年の糸井駅と周囲約500メートル範囲。左が東室蘭方面。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地区名より。 アイヌ語のコイトゥイエ、あるいはコイトゥイエに由来する。トマコマイ牧師によれば、海岸で土地が低く、しけで侵食され、土地が削られたためにこの名称とされた。なお、地区名は当初、コイトヨであったが、1944年にあざなを、糸井に解消している。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。伏線の本線がホームに挟まれている形である。 駅舎は南側にあり、北側を結ぶ、古墙橋がある。苫小牧駅管理の簡易委託駅。窓口営業時間6時から16時30分。基本的には、駅舎内の出発窓口で乗車券を発売するが、苫小牧方面行きの列車がある際には、苫小牧方面行きホームで発売している。折り返し設備がないため、当駅発着の列車は、旅客扱い終了後、 西木岡駅まで改装し折り返す。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅北口では2015年に苫小牧糸井駅北口総合開発事業による周辺整備が行われた。ありがとうございます。